まあ一般で入りにくい大学だから、そもそも帰国子女とか交換留学だと入りやすいから。すいません、僕あの YouTube やってて YouTuber で。そうなんですね。すいません、ちょっといちいちこう撮っちゃって好久不见。对啊。我头一次不跟，真的好像不是，是另外一种。哦。哇！哇！这个。Seven Two。我去哪玩？いやー、もうソニーが欲しいけどな、レンズが高い高いよね。ソニーも高いし、タムロンとかが安いの出したけど、それでも10万だよ。安くて10万ってどういうこと。メガシ、I'm gonna dive in. Go ahead. Go ahead. Go ahead. 好大哦。好大一块哦。可以拍你吗？不要拍我。不要吧。漂亮的美女的话，音乐率比较。You sick. 台湾人是单独的，这边管不管的呀？そうだよね。実はあんまり食べないっていう会話。I never ate raw fan with foreigners. I don't usually eat raw fan with foreigners. Except something else. 小籠包。牛肉麺。You guys have to try the beef noodle next to my house. Next to your house? Next to my house. Yeah. We can go later. After this meal. For a snack. For a snack. スープね。醤油が足りなかったらそこに醤油とかこのままの出しても。なんか明太子でも鶏肉のスープとかもあったら、ああいうちょっと素朴な感じがすごい美味しい。台湾スープ美味しいよ。よかった。家近いじゃん。家めっちゃ近いじゃん。徒歩すぐ。こんなレベルの近さ。ここがみんなの中心点かなって思った。本当の中心点は台湾大学なんだけど、あんまりお昼、今の時間ないなって。一歩離れてるけど、まあ、逆にこのエリア絶対来ることないだろう。さっき2人の市場見ながらすごい、ちょっと感動してます。もう日本ではほぼ見ないよね。これがもう大事。台湾もでもほとんどもう減ってきてて、どんどん、まあ当たり前だけどコンビニが増えてるから、どんどんその昔からの伝統市場、シャントン・スーちゃんとか、ユエラ・ユエさん、あと経営してる人もどんどん年齢がやっぱり高くなってくるから、まあ、経営もしたくないっていう。ちなみにこのお店も6月で閉めちゃうらしい。そうなの？ちょっとショックが大きい。飲みたい。飲みたい。ご飯。あ、そうなの？風邪ひいた。家で飲むんだ、台湾の女の子。いい？ホワイトワイン。ホワイトワイン。おしゃれだね。
スが美味しいね。多分ちょっと台湾の味が濃いだよね。ここちょっと濃い。ただ日本人からしたらちょうどいい。日本人からしたらちょうどいいぐらい。もはやちょっと薄くないってぐらい。俺は塩足したい。スープ、でも俺はスープは塩コショウちょっと足したい。一時期常に黒コショウを持ち歩いていた。麺屋さんとかで入れたら全然違うと思う。あと柚子胡椒とか。ちょっとこの爽やかな感じ。生姜だろうね。生姜の音。暑いからやっぱ爽やかな。いいんだろうね。これはディーグアイオン。さつまいもの葉っぱ。うん。なんかいろいろなナッパイカルがある。うん、エイサイコンチンサイ、クシンサイ、これがさつまいもいい具合で、あとはなんかダールーメイっていう大陸の妹って書くレタス。レタスではないよ、でも名前がおかしいんだよ、ね、大陸の妹って中国の女って意味で。なんでだ。写真撮ろう。僕が一番好きなことのメニューで、ハイルーユー、炒めたハイルーユーという魚の一番脂身が、これが脂身なの。なんて言うんだろう。ハラミ。トゥーはハラミ。ハイルユーツ。チャオ。ハイルユーツ。ハイルユーツ。好吃。试试看，我帮你盛啊。那你吃吧。原内容って何？あ、ね、うち、ここでしか食べれない。テイクアウトできません。これはもう作って10分ぐらいで食べないとどんどん固まっていっちゃうらしくて、脂身で、脂身で、これはもう出来たてですぐ食べて優先して食べましょう。アイルユーツー大好きすぎて、これは美味しい。でも変わったの。本当に本当にこれのために来てるぐらい。わざわざ何て言わせてハイルユーツー美味しいよ。40分かけてきた甲斐があった。ニエツズカ、こんだけお客さんいるのに閉めちゃうのもったいないよ。なんでって聞いたら、やっぱり原材料がどんどん上がってて、もったいない、そうね、この値段と利益がエレージャンスになってきたから、で値上げしたら人も来ないし、結構シビアだから、なんか本当、10元、20元上げたら一気に人も来ないし、そうなんですよ、だから、やるとしたらちょっと引っ越して、もうちょっと郊外になる。台湾結構早いんですよね、移り変わりが。店がさ、すぐできてすぐ潰れるから日本よりすごくペースが早いんですよ、ね、なんかショックな顔は全くしなくて、あ、まあ次行くよみたいな。もう内装のお金はわかるけど、次行った方向に、なるほど。じゃあここで2年、3年長くやるより1年、1年でも変わった方が利益が安い。その時も早いんです。外食文化だから、そっか、新しいものにしたいもんね。Sorry. I'm confused with my glasses. Oh, sorry. ごめん。それが少ないもん。料理はできないし、やめて。Sorry.でもタピオカ大好き。タピオカ詳しいじゃん。最近日本人の方がよく飲む。そう、日本人タピオカ詳しい人多いよ。
若い女の子はほとんど毎日毎日食べるか日本高いよね500円とかするまあ JK だって今ステータスでもインスタグラムとかにアップロードするのもステータス細胞サイズいたサイズいたなんかあるやん切り干し大根が入った卵焼き完全に食べてほしい本当に美味しいです台湾で一番美味しい B 級グルメだと思ってる僕はこれ日本ではないもんこれ作れそうでなかなか作れないっていう一回チャレンジしわかんない。いや多分この雰囲気を撮ってほしい。でも6月末に潰れるならアピールしてもしゃあない感はあると思う。